手鹿賀町公式ニュース。皆さんこんにちは。手鹿賀町地域おこし協力隊、そして手鹿賀町公認アナウンサーの川上亮介です。よろしくお願いします。さあ、いよいよ今日からですね、手鹿賀町公式ニュースが始まります。こちらでは様々な手鹿賀町に関する情報をニュース形式で発信していきたいなと思っています。記念すべき最初のニュースは10月中旬、今まさに手鹿賀町は紅葉の見頃を迎えています。さあ、ということで今日はこのドローンを使って皆さんに手鹿賀町の紅葉、素晴らしい紅葉を空の旅で楽しんでもらいたいと思います。それでは行ってらっしゃい。